宮本徹君。私は日本共産党を代表して予防接種法及び検疫法の一部改正案に対する賛成討論を行います。新型コロナウイルス感染症の拡大が急速に進んでおります。直ちに実効ある感染拡大防止策が求められます。医療保健所検査体制の強化が必要です。感染拡大のリスクを高める GoTo 事業については見直しを決断すべきであります。また営業時間短縮等の要請にあたって1店舗1日2万円の支援では全く足りません。予備費も活用し、しっかりと営業と雇用を守る策を取ることを強く求めるものであります。さて、新型コロナウイルスワクチンについては感染症も未解明の部分が多い上、新しい技術が用いられており、何よりも有効性安全性の確認が重要であります。政府は海外で開発の進むワクチンについて国内での第三相試験なしでの承認を考えております。一方、厚生労働委員会の参考人質疑では、コロナ分科会の岡部信彦内閣参与からは、基本線から言えば、ルール通りの第三相の試験は必要との指摘がありました。また、免疫学の権威である宮坂正幸大阪大学名誉教授からは、第三相試験を飛ばして認可し、多くの方が肺炎で亡くなった、抗リウマチ薬アラバの経験が紹介され、第三相試験については、やることをやはり原則とした方が良いとの発言がありました。薬害の通句の歴史を繰り返さないために、こうした見解をしっかり受け止めることを政府には強く求めます。また、接種の努力義務について、岡部内閣参与からは、ノーと言える権利は必ず確保すべきものとの見解。釜萢敏日本医師会常任理事からは、個人の判断ということがさらにしっかり担保されなければならないとの見解も示されました。宮坂教授や薬害オンブズパーソンズの皆口真澄弁護士からは、現状では努力義務をつけてスタートするべきではないとの趣旨の指摘がありました。法律上、接種の努力義務は接種開始前に適用を外すことも可能であります。開発中のワクチンは長期的な安全性は確認されておりません。仮に海外で有効性安全性が確認されたワクチンであっても、それが日本人でも同じ有効性安全性を保証するものではありません。国内での第三相試験を行っていないワクチンの接種に努力義務をつけるべきではないことを指摘し、討論を終わります。ありがとうございました。これにて討論は終局いたしました。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。本日はこれにて散会いたします。